こんにちは。今週になってからね、すっかりこう梅雨に入ってよーって感じですよね。なんかね、外はどんよりしていて、こう常に地面が濡れた感じなんですよね。でね、家の中もこう、うちフローリングなんですけど、こう裸足で歩いてるとベタベタした感じがしたので、早速今日からエアコンをつけています。まあ、エアコンといっても私の場合は除湿機能だけを使っているんですけど、まあ、真夏もね、除湿機能だけを使うことが多いんですよ。で、しかも24時間ずっとフル回転で、私はもう5、6年前からかな、使っているんですね。っていうのは、まあね、6年くらい前に、2階建てのアパートの2階に住んでたんですよ。で、その時に、まあ、24時間こうつけるっていう、習慣がなくて、で、仕事に行くときは消してたんですよ。で、家に帰ると、こう、天井伝わって、こう、屋根に当たった太陽の熱がこう、こもって、家の中が35度とかになってたことがあったんですね。そう、その時からかな、24時間つけっぱなしにするようになったの。もちろんね、外出するときは少しこう、温度をセーブして、するようにしているんですけど、もう24時間つけっぱなしっていうのが、ここのところ、こう、習慣になっています。そう。そう、24時間ね、つけっぱなしにしても、電気代ってほとんど上がらないんですよ。だいたい、いつもね、1万円はいかないんですよね。そう。で、温度もそんなにすごい低く設定することもあまりなくて、ある程度、こう、高めの温度でもずっと24時間つけっぱなしにすることで、こう、空気が循環して、こう、いい感じに、こう、自然な感じで過ごすことができるんですよね。だから割とこう24時間つけっぱなしっていうのはいいかなって思います。結局ね、つけたり消したりするとやっぱり電気代もこう上下が激しくなってしまうので、つけっぱなしはいいと思います。なんでここのところね、もうね、6月ぐらいから9月いっぱい、まあ、10月の中旬ぐらいまでかな、24時間ずっとつけっぱなしっていうことをやっています。はい。はい、そんな感じです。で、今日のお話なんですけど、2つお話しします。まず1つ目は、最近いただいた、コメント欄にいただいた、質問にお答えします。で、その質問の内容っていうのは、働かなくてもいいだけの財産があったら仕事辞めますかっていう質問です。で、それに答えていきます。で、2つ目は、休職中に給付してもらう、傷病手当金ですね。傷病手当金の、3月分がやっとね、決定通知書が来て、今月、振り込まれることになったので、ちょっとそれをお話したいと思います。どんな収入があって、どれだけの支出があってとか、その辺もちょっとお話できたらと思います。はい。では、まず最初は最近の、コメント欄にいただいた、質問に答えていこうと思います。質問の内容がさっきも言いました、働かなくてもいいだけの財産があったら辞めますか、まあ、仕事辞めますかっていうことなんですけど、まあこれについてはね、ちょっとね、結構難しいな、まあ考えちゃうんですよね、いろんなことを、辞めちゃったらどうなるかなとか、まあいろいろね考えちゃうわけですよ。だけどもしもイエスかノーかでしか答えられないってなったら、どっちかなって思って、私の場合はノーかなっていう結果になりました。そう、これはね、まあいろいろ考えちゃうと難しいんだけど、もう本当にイエスかノーかでしか答えられないってなったら、まあとりあえず辞めないっていうことも含めてですね、まあ私の場合はそれに近いかな、とりあえず辞めないっていうのが大きいと思うんですよ。そう、ノーですね。私は多分辞めないと思います。だけどね、そもそもね、その働かなくてもいい財産って何？いくらとか、不動産とか、投資とか、いろいろありますよね。現金なのかとか。そう、それも個人的には、まあ、違うと思うんですよね。
そう、そこもちょっと難しいかなって思った部分なんですよね。そう、個人差はすごいその辺あると思うんですよ。まあ私の場合は、その財産っていうのは、理想的には不動産が理想ですよね。まあ賃貸とか売却可能性も含めて、その資産価値のある不動産を持つっていうことが理想的かなって思います。っていうのは、やっぱり不動産っていうのはね、持ってても面白いと思うんですよ。まあ、賃貸に出すとして、こう、うまく、こう、運用する方法とかも、まあ、皆さん、YouTube でもいっぱいあるし、そういうので、こう、運用していくっていうのも結構楽しいと思うんですよね。でね、賃貸に出した場合は、何かしら、こう、まあ、賃貸に出す場合も、売却もそうなんですけど、何かしら、こう、不動産っていうのは、こう、メンテナンスとか、こう、手入れが必要ですよね。だから、そういう維持していくっていう意味で、その不動産をメンテナンスするっていう、そういう仕事が生まれるじゃないですか。だから、なんかそういう退屈しないで、こう、不動産を手入れしながら、こう、賃貸に出したりとか、こう、売却をするために、まあ、手入れをするとか、そういう仕事も、生まれるので、なんかすごい退屈しなくていいな。しかも、こう、うまく運用すれば、毎月その賃貸収入が入ってくるとか、こう、買った時より高い金額で売れるとか、まあ、いろいろそういうことも、あるじゃないですか。だからね、なんか、まあ、楽しいかなって思うんですよね。そう、だから、まあ、現金っていうのは、どうなんだろうな、何かに投資する、できるっていう意味ではいいかもしれないんだけど、現金よりは、まあ、何か、こう、資産価値のある不動産を持っているっていうのは、私の、こう、理想かなって思います。そう。で、そんなんで、その質問の中に出てきた、その財産っていうことについてちょっとね、お話ししたんだけど、そもそもね、やっぱりね、仕事を辞めるかどうか、それはね、正直ね、個人差っていうのがありすぎると思うんですよ。特定の人に聞く質問じゃないかなって思います。それ聞いてもね、多分ね、まあ、答えっていうか自分が求めている、その質問者さんが求めている答えっていうのはなかなかね、出てこないのかなって思うんですよね。多分ですけど、その質問者さんは本当に自分でこう決められなくて、こう一般論としてのアドバイスが何かしら欲しいなって思ったのかなって思うんですよね。そう。だから私もね、そういう時があって、すごいね、本当に、あれはどのくらい前かな ?5、6年、7年ぐらい前かな。ちょっとね、もう本当にどうしようもなくて、今よりもっと苦しかったかもしれない。まあ、あの頃はね、ちょっと精神科とかにかかるっていうのは、ものすごく抵抗があって、もう本当に何か最後にあったら、行こうとは思ってた時があったんですよ。本当に苦しくて、どうにもならなくて、やたらね、こう、他人に相談しちゃったりとかした時期があって、すごいね、後で後悔したんだけど、あんまりそういうこと聞かなきゃよかったなって、そう、後悔したんだけど、そう、なんかね、何かしらこう、なんていうのかな、ヒントというか、こう、解決になる、自分がこう、決められないことを決められる方向に持っていくような、こう、何かしらそのヒントが、欲しいがゆえに、そういう質問を、こう、他人に聞いても無駄な質問をしてしまったりっていうのがあるんですよね。そう。だからね、まあ、わからないでもないんだけど、やっぱりそれは、まあ、特定の個人に聞いても、なかなか、その、欲しい回答を得られるっていうのは難しいのかなって思いました。そうそう。そう。まあね、私なりに一言で答えるなら辞めないんだけど、その理由っていうのはもうね、多分ね、働きたくなると思うし、そもそもね、財産ないから。そう、財産ないからね、そう、あったとしてもその金額にね、終わりがないと思うんですよね。もうほんと、周りにね、結構もう100万、まあ月収100万超えの人ってゴロゴロいるんだけど、やっぱりそういう人見てても、まあ、満足はしないし、それなりにこう生活レベルを上げちゃってるから、まあ、いつもいつももっともっとっていう感じなんですよね。そう、それで私もね、休職して今もう半年経ったんだけど、そう、だんだんね、最近ここ2、3日かな、なんかだんだんね、飽きてきちゃって、そう、働きたいなって、なんか労働したいなって思うようになったんですよ。こう、体を使った労働。
っていうか、なんか誰かのためになるなんか仕事したいなってすごい最近思ってきて、だんだん飽きてきて、結局なんかね、あんな働きたくないとか思ってたんだけど、結局はね、働きたくなっちゃってきてるんだよね。だからね、財産持ってるかどうかっていうのはあまりこう関係ないように思うんだよね。その財産の額にこう終わりはないような気もするし、もっともっとって、ある程度貯まればもっともっとってなると思うし、そうだから、でやっぱり結局は最終的には働きたくなっちゃう、誰かのためにこうなるような仕事をしてみたくなっちゃうんだよね。だからね、なんだかんだ言いながら、そう、人はこう財産を持ってても働くんじゃないかななんてことを考えていました。そう、このねシンプルな質問に対してね、まあいろいろ考えさせられるところがあったので、今日はそんなお話をしました。はい。それから最後、2つ目なんですけど、やっとね3月分のその傷病手当金の決定通知書が来ました。そう、5月20日だったかな、振り込みということで、今回ね、やっと来た、もう3月の月末から数えれば、1ヶ月半なんだけど、そう、それでね、金額なんだけど、お見せしますけど、これですね、337,484円です。そう。でね、これね、期間のところが令和3年3月4日から3月31日までの28日間ってなってるんですよ。で、3月分って言ったら3月1日から3月31日までって思うじゃないですか。で、私もね、すっかりそういうふうに思ったんだけど、で、その3日間、最初の3日間が省かれていて、3月4日からスタートになってるんですね。で、これって、そういえばと思って思い出したんですけど、待機期間っていうのがあるんですよね。これって、失業保険もそうなんだけど、待機期間、会社勤めで辞めた人も最初確か1週間でしたっけ？ 7日間ぐらいは待機期間があって、本当にその人が辞めたのかとか、そういうのを一旦こう数日置いて確認する期間だと思うんだけど、そう、そういう期間があるんですよね。で、傷病手当金にもその期間があって、まあ、これはね、まあ、その社会保険組合、健康保険組合によって、業種によって、健康保険組合ってありますよね。例えば製造業だったり、IT 関連だったり、建設業だったり、その、業種によって、その健康保険組合って、別々にあると思うんですよ。それとも、また、協会憲法みたいなのもあると思うんだけど、そう、そういう、憲法によってちょっと違うのかなとも思う。違う可能性もあるんだけど、私の加入している、憲法組合では、最初3日間は待機期間として省かれるんですね。で、私は毎月1ヶ月単位でこれを請求してるんですね。傷病手当金を申請してるんですけど、最初の月だけその待機期間を設けるっていうことでした。さっきね、ちょっとね、確認したんですよ。またね、月単位で、申請しているので、毎月この待機期間っていうのは考慮されるんですかって聞いたら、これは一番最初の申請さ一番最初の月だけで3日間省かれるということです。なんで、そう、この3日分が少し少なくなってるんですよね。28日分になってます。それでね、まあ働かないでこの33万7千円もらえればいいじゃないか、だったら働かないよねって思う人結構いると思うんですよね。私もそう思うんですよ。もし、他人がそういう風にもらってたら。だけど、実は、これって、ここから社会保険料と厚生年金、社会保険料、厚生年金と健康保険料を含む、社会保険料と、あと住民税ですよね、毎月支払う。それを、ここから払わなきゃいけないんですよ。そう、まだね、会社退職したわけじゃないので、会社と折半で、社会保険料を払ってっていうのは続いているので、その分、あとは、特別徴収の住民税も、マイナスになっているので、その分を毎月のお給料日に私は、会社に、振り込んでいます。
そう、それがね、12万円ぐらいあるから、結局、今回33万7千円もらったけど、21万円ぐらいに、手取りが21万ぐらいになっちゃうんですよね。そう。だから結構ギリギリの生活です。そう。でもね、これでもギリギリでも生活ができる、できるっていう風にしてきてよかったなって思うんですよ。まあ、生活水準を、この、もらっている給料と比例して、こう上げてしまうと、こういう時に本当、かなり厳しいと思うんですよ。で、私は今までずっとね、賃貸で、住んできたんだけど、賃貸の場合でも、10万円以上の部屋には絶対住むのをやめようって思ってたんですよね。やっぱりね、首都圏ってほんと高くて、ワンルームだけど、やっぱ12、3万するところがあって、物件見ればもう本当にいいなって思うところばっかりなんですよね。やっぱり10万以上、12、3万とか15万とか、まあ20万近く出せば。だけど、なんかね、こう、私ごときにそんなにお金使ってどうするみたいな。なんだろうな、こう、貧乏症なのかな、そういう風にね、いつもね、思っちゃうんですよ。で、やっぱり10万超えちゃうと、なんか、10万以上払うんだったら、あれが買える、これが買えるとか、いろいろ考えちゃって、結局なんかね、10万以上はもうやめようって思って、ずっとね、まあ、10万は絶対に超えないところに住むっていう風に決めてたんですよね。そう。だから、まあ良かったのかなって思うんだよね。だいたいね、生活費だと、全然20万はいかないんですよ、私の場合。本当に15万、16万ぐらいで毎月、生活費が、収まるので、そういう面では良かったかなって思います。そう。そう。で、傷病手当金なんだけど、これは、人によって違うので、みんながみんなこれだけもらえるって。いうのはありませんので、その傷病手当金の計算方法っていうのは、その、社会保険事務所で公表していると思いますので、そちらでご確認ください。大体全国、ほとんど基本的には同じ計算方法だと思うんですよ。っていうとね、私のその、基本給も分かっちゃう。だけど、まあそこはいいかなって思います。そう。だからあんまりね、生活水準を上げちゃうっていうのは良くないなって、こういう時は思いますね。まあ将来の不安とかを考えると、お金を貯めるとか、投資をするとか、まあいろいろあると思うんですよ、方法が。だけど私が思うには、その生活水準をすごく低く抑えるっていうことは、すごいね、最強かなって思うんですよね。もう本当に10万以下で毎月住むっていう人もいると思うんだけど、もうそういうの最強ですよね。ただね、親と一緒だから、こう10万以内で住んでるとか、ではなくて、やっぱりこう自立して、そのぐらいで収まるっていうのはすごい最強かなって思うんですよ。そう、親とね、一緒だったら、そう、できますよね。2、3万でもできるかなって思うんだけど、そう。まあ、親が近くにいて一緒に住めるなら、それに甘えてもいいのかもしれないけど、まあ、それって親がいなくなったらどうなっちゃうのかなって。まあ、いるから別にいいとは思うんだけどね。そう。そうなんですよね。そう。だから、理想としては、もし、こう、自立して暮らしているんだったら、まあ、15万から、まあ、せめて、もう本当に20万以内で、1ヶ月暮らせるぐらいにしておかないと、結構厳しくなっちゃうなって思います。あとは、失業保険なんだけど、失業保険っていうのは、上限があるから、どんなに、たくさん、お給料をもらっていた人でも上限があるから、すごくね、厳しいと思うんですよ。もし仕事を辞めてしまった時は、たくさんもらってる人がね。そう。だから、やっぱりね、生活水準っていうのをできるだけ、下げて、理想的には毎月ね、10万から15万ぐらいで、収まるような生活をしてると、何があっても結構強いんじゃないかな。まあ、ある程度、こう、まあ、貯金があって、それをカバーできるぐらいの収入があるとか、なんかそういう見通しがついた場合なんだけど、そう、そのぐらいだと結構強いかなって思いました。
そうだからね、例えばうつ病とかになって会社を続けられないって思った人も、とりあえずは休職した方がいいと思うんですよ。休職して傷病手当金でこうもらいながら少しずつこう時間を取るっていうのが理想じゃないかなって思うんですよ。いきなり辞めてその失業手当をもらうっていうよりは、休職をする方が、先に休職をしてその後退職をしてっていう、そういう段階を踏んだ方がいいかなって思います。あとね、忘れがちなのはその健康保険と年金と、あとは住民税、前の年の住民税を仕事を辞めても払わなきゃいけないんじゃないですか。だから住民税はね、もう本当に1年間辞めてから払わなきゃいけないので、その辺も考えてその段階を踏んで徐々にこう辞めていくといいのかなって思います。このね、傷病手当金っていうのはその給与所得にはならないので、これをもらっている年っていうのは年収がガクンと下がるので、その次の年っていうのはその住民税がガクンと下がるじゃないですか。だからまあそういう段階を踏むことで、まあ徐々にそういう金銭面でもこうきつくなくこう辞めれるっていうことができると思うんですね。だからそのあたりもね、ちょっとね考えながらお休みを取るとか退職をするとかやっていった方がいいと思います。はい、では今日はこんな感じでまずはコメント欄の質問に答えながら、その次に傷病手当金についてお話をしました。では今日はこれで終わりにします。さようなら。じゃあねー。